おーい！あ、男の子だ。見てっか。赤ちゃんの手ってこんなにちっちゃいんだね。どうだ、かわいいだろう。俺に似なくてよかったな。そんなことないよ、口元とかワッカさんそっくり。そうか。名前は？この人なかなか決められなくてずっと悩んでるの。早くつけてあげなきゃ。せかすなって。名前をつけるっていうのは親としての第一歩だろ。立派な父親になるには心の準備ってやつがいるんだよ。いつまで準備する気？ほら、準備完了までだよ。ワッカの子供、名前は決まったのか？まだですけど。煮え切らないやつだ。すまないが、やつに渡してほしいものがある。戦友の思い出だな。俺からは渡しづらい。おい、もうすぐ出航するぞ。頼んだぞ。
みません。練習が足らんぞ。おーい、今度会うときは一緒にブリッツやろうぜ。さっきのシュートまた見せてくれよ。ふん、最後まで緩い連中だ。どうしたの？ベグレムに挨拶ぐらいしとこうと思ってな。もう行っちゃったよ。そっか。これ預かったんだ。俺にか？どれどれ。なあ兄ちゃん、覚えてるか？もう忘れちゃったかな。ほら、ガキの頃に言ったろ、俺島のどこかに父ちゃんと母ちゃんが映ったスフィアがあるってさ。ごめん、そんなスフィア本当はなかったんだよ。あの頃の兄ちゃんって俺がなんかするたびに叱ったろ、親代わりだって。なんか悔しくてさ、それであんなこと言っちゃったんだ。掘ってる暇があったら祈れよ。まだなんだろ。討伐隊に入るんだから、なおさらだ。また説教かよ。親の代わりにお前をしつけるのが俺の務めなんだ。親代わりなんて言うのやめて、もうちょっと肩の力抜けよ。兄ちゃんは兄ちゃんでいいんだ。兄ちゃんは兄ちゃんか。言いたいことがあるならちゃんと話せってんだ。よし、お前ら夜まで村にいてくれ。よろしくな。夜になってワッカさんは村の人たちを広場に集めたんだ。
みんなに集まってもらったのは他でもね、このビサイド村に加わった新しい住民を紹介したいんだ。みんなとっくに知ってるよ。名前決まったんすか？まさかみんなで考えろって話？なわけあるかよ。名前は稲見。俺が考えたんだ。みんな仲良くしてやってくれ。はい。おめでとう。俺ってずっと自分を何かの型にはめようとしてきた。ブリッツの選手とかガードとかエボンの民とか父親とか、こうあるべきだって考えにすぐ縛られちまうんだ。でもよ、結局俺は俺なんだよな。型に合わせて自分を作り変えるなんて器用な真似は無理ってことだ。だったらいっそ開き直って俺のやり方で行くしかねえ。そうやって俺たちの物語を作っているんだ。頑張ってね、お父さん。ま、本当に大変なのはこれからなんだけどね。すまなかったな。名前一つに随分手間取っちまった。いいのよ、ちゃんと答えを出してくれるって信じてた。信じてた？本当かよ。だから隣にいるんでしょ。こう見えても結構頼りにしてるんだから。精一杯頑張るだな。はいはい。二人の世界だよ。帰ろう。邪魔しちゃ悪いしね。皆さん、お集まりですね。それではこの街道で起こった一連の事件についてお話ししましょう。ではそろそろ一連の事件を引き起こした人物を明らかにしましょう。実はある証言を得ています。ホバーが転落したのは通行人をかわしてバランスを崩したためとのことです。ではその通行人とは。ホバーの運転手によるとそれはアルベドの女性だったそうです。また
暴走した機械に残された足跡を発見いたしました。さらに岩棚にも同一人物の足跡が発見されました。ではここで皆さんに質問です。最近街道南端にある遺跡の近辺に行かれた方は、その際高いところから飛び降りた覚えのある方は、あれ私だけ、街道沿いの岩棚に降りたことがある方は、最後の質問です。アルベドの女性は挙手を願います。お？リュックさん、よく思い出してください。楽しそうだね。懲りないな。行こう。私だ。その通り、ホバーはあなたをかわして転落し、あなたが踏みつけたせいで作業機械が暴走を始めたのです。2つの事件を引き起こしたのはリュックさん、あなたなのです。悪意はなかったのでしょうが、あなたの不注意が招いたことです。いかがでしょう、リュックさんの処分は私にお任せ願えますか。ねえ、処分って？ゴミ拾いとはね。やっと終わったよ。お疲れ様。岩餌。さその子たちは？連絡船の動力に利用されていたところを買い取りまして。それよりさ、もう帰っていいでしょ。ゴミ拾い終わったからさ。どこが終わったと？全部拾ったってば。ほら、うほー。ではよろしくお願いします。じゃ頑張って。もう拾えばいいんでしょ。拾えば。ユウナ様、行きましたよコンサート。すっごくよくって感動したっす。おかげで新エボン島との戦いも避けられそうです。コンサートに行った連中がみんなを説得してもらったんすよ。よかった。ですが同盟にはまだ力を持て余している者も多いのが現実です。彼らは戦う機会がなくなったことを不満に思っているようです。暴れたがりが多くって。でもルチル隊長がいいこと考えついたんすよ。
そんなに暴れたいんなら武闘大会で力を見せろってね。面白そうだな。ゆうな、出てみない？そりゃ盛り上がるっすよ。ヤイバルが受付やってますんで、あいつに申し込んでくださいね。皆さん、大会に出るんですか？了解です。では、ご案内します。名高い大召喚士ユーナ様が諸君の力を試してくださることになった。腕に覚えのある者は前に出ろ。僕もじゃなくて、自分も参加したくあります。ユーナ様と手合わせできたら一生の記念になるであります。よろしい。各員配置につけ。それでは第一戦、始め！え、僕ですか？よろしくお願いします！まさに一周ですね。どうぞ、次の相手が待っております。さすがです、ユーナ様。突破されるとは。それでは参りましょう。次のもの。はいはい、エルマ行きます。ユーナ様、手加減無用ですよ。お見事です、ユーナ様。エルマ、お前もよく戦った。この敗北を次に生かせ。はい、隊長。それでは次のもの。どうした、遠慮なく名乗り出よ。打ち止めっぽいね。あと一人いるだろう。
お手合わせ願いますか。よろしくお願いします。ありがとうございます。ではお手柔らかに。隊長、ユーナ様、ありがとうございます。良い試合でした。やっぱりユーナ様はすごいな。隊長もかっこよかったっす。いい機会だ。諸君に話しておきたいことがある。我ら青年同盟とスピラの未来についてだ。凪節が訪れた2年前、青年たちの心に奇妙な変化が起きた。芯が消えたため、戦う相手とひいては生きる目的を見失ってしまったのだ。私もその一人だ。自分の力を向ける先が見えなくなった。そんな我々にスピラの真実を探るという目的を示してくれたのが名手ヌージだった。かつては死にたがりとまで呼ばれ、絶望をさらけ出していた人物がなぜ変わったのか、何か大きなきっかけがあったのかもしれない。だが我々には知る由もない。ともあれヌージの導きで我らは力をぶつける先を見出したのだ。だが顧みてほしい。ヌージも我らも力に酔ってしまったのではないか。今の青年同盟は力を振り回すだけの暴力集団になりかけている。何も生まない無意味な力。それでは真と変わらない。諸君、青年同盟はなぜスピラの真実を求めたのか。それは新しいスピラを建設するためであったはずだ。そう、我らの力は未来への道を切り開くためにある。例えば子供たちが剣を持たずに済む未来を目指して。ライバル隊はマキナ派と共同して警護に当たれ。了解です。エルバ隊は街道の巡回だ。ただしくれぐれも新エボン島を刺激するなよ。心得てます。お忙しそうですね。新しい名士になってリーダー命令出しまくりだね。いえ、私は名士代行です。代行なんですか。名手の座にふさわしい人物はただ一人ですので。あ、ユーナ様、これを。お役に立つかは分かりませんが、ヌージの人となりを知る手がかりとなれば幸いです。カモメ団特業ミッションだし。
休みになられてはご病気かもしれません。病気というより故障だな。俺の体は中は機械、無理に生かされているようなものだ。さまよう死人とさして変わらん。かつてのあなたに戻ったようなお言葉ですね。俺の中にある何かが今も死を欲しがっている。わずかに残った生身の部分か、それとも埋め込まれた機械の部分か、あるいは別の何者か、そいつが命を憎んでいる。ヌージ様、死にたがりの名手は気に食わないか。名手でなければ殴っているところです。馬鹿げた話だ。スピラの真実を探ると公言しておきながら自分自身さえ読み切れん。